じゃあ乾杯の温度、じゃあたくみくんにお願いしましょうかね。僕からですか、マジっすか。まずはリノさん、お邪魔しております。そして番組をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年もリューハールをよろしくお願いします。お願いします。乾杯。乾杯。お疲れ様です。お願いします。今宵ラッパーたちが酒を飲み、ヒップホップを語る。豪華なゲスト来てもらっております。まずは久々登場、リーチ。どうも、はじめまして。何様よ、ゴキの分際って言ってくるおじさんたち分配、倍顔より聞かせるふんばりじゃ、結局ガキに明るくんだい。このコーナー、うん、初めてかもしれない。そうです。はい、ダボさん、お願いいたします。兄貴、お願いします。アルバム好評発売中、ラッパカリーから Q さん。どうも、はい、わかるかな、すべてがこいつすごい、スーパーモエル超一級、飛び行くなしなのは中田氏だから。そして神谷から、はい、たくみさん。はい、お願いします。お願いします。なんで俺がいいんだって感じですけどね。ありがとうございます、呼んでいただいて。そしてトリーテのオーナーでございます、リノさん、お願いします。リノさん、お願いします。さあ、今日ね、まず一番最初に、まあ、触れとかなきゃいけないのが、雷のリノさんのお店じゃないですか。はいはい、そこで雷がいるっていうことを、そうそうなんですよ。できれば会いたくなかった人間ですよ。リノさんとは初めましてて、はい、まだ別番組で僕らが MC やってた番組があるんですけど、はい、それでユーザーロックさんとかマヤさんが来られた時は勝手に雷って名乗んじゃねえっていうお言葉をいただいてたんですけど、リノさんはどう思ってらっしゃるのかなっていう。あ、大丈夫ですか、僕雷ってもう名乗ってもう12年13年経っちゃう。あ、もうそんな経つです。そうなんですよ、芸歴で。いや、もうすぐ会えるもんかと思ってたの俺。はいはいはい。雷は関係あるの、やっぱり雷。あ、そうそう、その雷家族から取ったんじゃないかっていう説、うん、はいはい、本当の話言うと僕の相方のマナブのお母さんが勝手に名付けたのが雷なんですよ。どんなセンスしてんだよ。コンビ名何にするってなった時に収集つかなくなって、じゃあ名前を名付けるのは親だよねって話になって、で一発目にマナブのお母ちゃんに電話して、コンビ名何がいいって言ったら雷はどうだって言ってきたんで、あ、雷いいねってなって、そのまま名乗ったんですよ。適当に思いついたからって言ってたんですけど、ある日マナブの実家行ったんですよね。マナブんちお店やってて、お客さん用のトイレがあるんですよ。トイレのドアの内側の部分にいわゆる稲妻のマークがあったんですよ、雷の。だから俺ら電話した時に、多分ですけどマナブの母ちゃんはうんこしてたと思うんですよ。だってもともと違う名前でもやってた。そうです、もともとブッダで名乗ってたんですよ。これはなんかリーチ、これは完全にブッダブランドから。ブッダブランドから。お笑いファンがじゃあブッダブランドから取ったから次雷家族からなんじゃねえかみたいな。あれだったら今年俺が入って、はい、ギドラにするとか。全然違う。違う。リノさん3人組だったら、はい、ランパイでお願いします。浮かばなかった。サウエさんも一応緊張は今それどんな感じなんですか。してないよ。いや、してますよ。してないよ。このメンバー聞いた時に、はい、なんでこういう企画やんだと思って。このメンツでやってくと緊張してますよ、もうダボさん。もうどうですか、もう去年とか1年も本当に。あの一つだけやることは、はい、ラッパガリアのニューアルバムが出たってこと。ああ、間違いない。ケンさん、おめでとうございます。ね、ありがとうございます。ケンさん、アルバムは。いや、眉毛生えてきてよかったね。いや、そこかよ。アルバムの話でした、ケンさん。全撮りしたんですか。全撮り、全撮りして。なんで定期的に全撮りすんの。ちょっとやっぱ気合いなきゃなって。気合いな。ケンさん、アルバムの話大丈夫ですか。サウエさんの眉毛の話。まあ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 、チャレンジャー出まして。はい、今日はね、いらっしゃる皆さんは本当そのなんもう30年ぐらいの皆さんやってる感じなんでね。いいこと言うとしてこれね、だからもういくつになってもチャレンジしていこうと。お二人は同世代ですか。俺と Q、はあ、はそうだね、うん、先輩が俺1個上で、はあ、で1個下、はあ、あ、あの1個違いだけど、リノ君たちはその雷とかだから、はい、もっと年上の人たちとつるんでるから、はい、ゆうちゃんとか、うん、1個違いなんだけど超年上っていう。 Q が黄色い帽子かぶった時に2年生、俺が3年生、ユーザロックジブラツイギあたりが5年生。5年生。あ、だいぶ違う。あ、だいぶ違う。そんな感じなんだ。そうなんですね。だいぶ違う。18の時
美穂さん二十歳だったのかな、なんか、うん、ぐらいであったんだけど、先輩とかいう感じっていうよりね、なんか天才っていうか、すげえかっこいいなみたいな。踏んだ今、うん、まあ、先輩と天才、まあ、なんとなくで、なんかねあ、まあ、新年会だけど、新年会だけど、あとあのたまたまの4文字ですよまあニトロマイクロフォンアンダーグラウンドもの皆さんもね、あ、みんなも本当大好きだから、うん、まあ、フジロック一緒に出たこと年もあったし、だから2000年2001年、うん、だっけ。でも最初ちょっとあの感じ悪かったから俺はねで、なんかあれなんか俺したのかなぐらいの感じだったんだけど、でもなんかレコード出して95年出した時にお前聞いたよ、はあ、おいいじゃんかっこよかったよ、言ってくれて、悪名、悪名ですね、悪名で洗礼っていうことを、はい、俺がやりたいことを先にやったと思う、はあ、そう、音源を世の中に出したっていうことで、で次にその会った時に、あのちょっと今まで感じ悪くしたけど曲かっこよかったよって言って、そっからちゃんと話すようになったって、リノさん、以前雷の結成の話っていうか朝やんの話があったんですけれども、うんうん、その時の商品のものを今日この後ろに置いていただいてるということで、ビースティーボーイズのサボタージュのあのこれが載ってる、いいね、全員のサイン付き、かっこいい、でしかもこのガールが作ってる板、はいはい、やばいね、というこれが商品だったということで、めちゃくちゃやばいですね、こんな商品、めちゃくちゃやばいですよね、めちゃくちゃやばい、スケボーに興味ない俺が最後まで持ってた朝やんの時俺も出てたんだけど、そう、来てくれたんだよ、そこ聞きたいっすよ、みんななんかやってんだよ、髪かぶって、でもう、もう用のみたいな、なんていうの、こういう目出し帽とかね、設定上は顔出し NG っていう感じで雷でやろうっていう、むちゃむちゃぶちかましてるわけよ、もうなんていうんだろう、どうしようもないっていうか、で司会が出川だ、出川哲朗さんだったんだけど、勢い余りすぎてもう空気銃とかもう顔に突きつけたりとか、すごいな、ほぼほぼだからインタビューの時間全部カット、それがやからが来ただけでしょ、そうそうね、あれもでも感じ的には分かるやつが分かりゃいいんだよみたいな感じのかっこよさっていうか、今はもうヒップホップみんながほぼ知ってるような状況で、今ラッパやってんだよねって言ったらそうなんだってなるけど、当時ってギリ、あ、ヨーチェケラッチョみたいなような時代じゃないですか、で頑張っても自分たちの親もまだ理解はできてないような時代だったと思うんですけど、友達とかも、うん、どういうモチベーションでこのヒップホップでぶちかましてやろうって思って活動されてたんですか？キングギドラのデモとかを早めに持ってたから、うん、これが世に出てないんじゃこれ来たら来るでしょっていうのをさ、まあマイクロホームページやランプアイ、そう、これ絶対面白くなるなっていう時に、本当にその前のね、だから半年ぐらいでものすごい急いでスタイル作り込んだんだよね、毎日毎日。あとは一個言うのは、ダンサーが日本語が生々しいから足が止まるとか言ってた意見があって、じゃあそう日本語ラップってどうやったらかっこよく聞こえんだろうかっていうのからめちゃめちゃ入ったよね。いやでも昔、はい、Q とか俺とかのぐらいの時は、ラップをさせろって言いに行くんだよ、クラブに。ラップさせてくれって言いに行ったりする、うん、でマイクも置いてなかったりするから、うちはラップとかそういうのやってないよ、あ、すいませんまた来ますとか言ってぶっ込みに行くんだよ、やるとこないから、また来ますってめちゃくちゃ面白いですね、やるとこがないから、マイク買ったらまた来ますって用意されてるんで、とにかくやりたい、人前でやりたいから、うんうん、無理くりやりに行くんだよね、それこそマイティのサイモンとかもさ、たまにフラフラって東京やってきてさ、急にバッてマイク持ってやっちゃうじゃん、ああいうの俺もよくやってるね、やっぱり全部のイベントに大体のやつがいる、同じやつがいる、だからいつも見るよ、あ、お前見たことあんなみたいな、そう、だそういう中でそうリップとかも見始めたし、クレバとかも出始めて、そうね、うわ、やだなぁ、うまいなぁ、あ、そういう気持ちだったさ、だからその、さっき言ってたダボのさ、あの、これは見計らってる頃、あ、いつもいるんだけど、まだそこまでマイクを持ってなかった時に、やっと満を持して
あれガマハンタから出したやつ、はいはい、ツイギーがそれ聞いて煮立って俺に振り返ってあいつうまいじゃんって言い出して、姉さんあいつラップうまいじゃんそんなこと言ってくれました煮立って笑ってたのを姉さんすげえやっぱ切磋琢磨してたんすねやっぱり、うん人真似するやつはクソだみたいなそうだねオリジナルをだからまずあったら今でもある問題ですね真似したくてプルプルしちゃうの、うん、リノ君のよくチェックしとけとか言いたいの、うん、とか聞きなとかついきのとか、はい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 、いやでも必死で我慢するのいやもうこらえきれなくてやっちゃうやつもいっぱいいるの、はい、分かるめちゃくちゃ分かるです、ね、分かるでしょラッパーのあるクソだねみたいなそうですよねそうでもこの人はみんな叫ぶよほぼは見ましたしもし言っても俺は怒んないけど、はい、多分マーヤンとパトリックはそっこ言ってるちょっと待って家をほぼ考えてる人もいるんですか家をほぼ考えてる人も志村さんがね、じゃんけんぽん最初はグーミーやったぐらいの衝撃ですよ。いいよ。確かに考えたことなかった。なんとなくそういう雰囲気ありますけど。じゃあなんか言えよって言ってるから、だからライミヒユセイホーのタイミングで、はい、みんな叫べよほーって俺は言って、はい、ちょっと同じじゃ。怒られるから、はいはいはい、そういうのとか、なんかもう今の時代すごい恵まれてるなみたいな。恵まれてる。なんかもうどこでもやっぱオープンマイクやってるっていう時代なんで、うんうん、今のラッパーさんってさっきのダボさんみたいに自分を売り込みに行くみたいなそういうのをやってない。まあ酔っ払ったらする子も多分いると思うんですけど、なんかそんな画面作っていうよりは結構 SNS でやってやろうっていう移動関係から、ね、SNS でもすぐ上げればいい時代じゃん今は、うん、でもね、でもその面倒くさいフィルターなくなるからチャンスも増えたよね、うん、その地元で殺されたやつもいっぱいいると思うよ、うん、しがらみとかね、うん、そんなに才能あったって、ねねうん、でもそういうの最低限出ないといけないものもあるし、はいはいはい、うん、YouTube がさあるから本当そのドライブすらない人もいるからさ、ああ、まあ、本当そうなんですよ、ね、逆にそれでバイナリを買う人が増えて、ね、私も最近こう買い始めたんで、うん、それでこの間行ったらまさかのリノさんのやつを見つけたんでこれ読めるこれなんか調べたんやけど何やったかなキッキショーショーキッキキッキじゃないんですよね何やっけ大体ね難しい感じで右側読めばそう秋が収集なんです。帰国。帰国でしょ。帰国か。うん、それや。なかなか使わない言葉だねこれね。俺とナインティーズ対談した時あったじゃん。あれなんでしたっけ？四文字熟語流行りすぎて。四文字熟語が流行ってたんや。四文字熟語だったらいいぐらいの。へえ。そうもうムロイズムというか。あそうなんですね。ムロさんから、うん。そうするとダボも七年鳥とかさ。あの辺。そうだね。まあ三文字なんですけど。七年鳥。めっちゃ三文字。三文字ちょっと一個一個足んないみたいな。近くのメンバー。すごく知ってるから、はい、同じ言葉さっき言ったように言えよって言っちゃいけないとか多分自分の中のボキャブラをどんどん減らされながらそれを出さなきゃいけないから多分みんな辞書とか結構見た態度だと思うよ、ね、見出す見出す見出す、うん、あのね最初の頃の方が今より大人なこと言ってるかもだってもうめっちゃ思いますそうなんだよねそれって割とやっぱりあのチャック D だったり KRS-1 もそうなんだけど、ストリートナレッジとかそのインテリジェンスな部分をちょっとこう出していくっていうか、バカじゃできねえんだぜっていう言葉の操りストみたいな感じを見せるみたいな感じの部分のそのそれがハードコアヒップホップ、ちょっとギャングスタラップとハードコアラップってちょっとまた種類違うから、なるほど。だから本当いいこと言ったよ、うん、その当時ギャングスターやりすぎたらもっと引いちゃったと思う、はあ、そうですね、それじゃだけじゃ多分できなかったギャングスターとか軽蔑されてたぐらいだと思う、ね、あそっかそういうんじゃねえだろうみたいなその例えばナスの金縁の眼鏡だったらちょっとなんていうのかなちょっと知的な感じがクールだみたいなムーブメント空気もあったからさだからそのサウエさんのね、世代はここのお三方の世代をこう見てなんか学んできてこういう風にラップするんだみたいなのあってでサウエさんを見て育ったそのラッパーの人もいるんですけどこの最初の人たちって誰見てたのかなっていうあでも俺はムロ君だよやっぱり追いかけたのは最初ムロ君自分もクラッシュポストが始まり、クラッシュとムロ君っていうのはなんかブランドだったんだよね多分俺ら多分リノ君とはそのダンスやってたからその時代に俺はもうそのダンスやんないでラップやろうとしてたから、はいはいはい、だからいろいろ日本語で出てるやつ全部スタヤにあるやつ全部聞くみたいな、へでその
高井寛ちゃんも聞くし、スチャダラも聞くし、仁義聞いて、ガスボーイズ聞いてとか、黄緑聞いてとか、うん、とりあえず全部聞いてこうリサーチじゃないけど、うん、その中で一番かっけえって思ったのがあのムロ君とかのクラッシュポッセだったから、一番洋楽っぺえと思って、ファンキーだなと思って、ムロ君たちがそのクラッシュポッセ終わってマイクロンベイジャーっていうのが始まって、はい、声だけすっげえかっこいいキンバの人いるんだけどと思って、でツイギーで俺もう追っかけだったから、はい、その全部のイベントに一人でぶっこんでこう見てるみたいな、日本語ラップわーって聞いて、で俺スチャダラめちゃ好きで、はい、なんだけど思春期だったから16歳とかだったからガツンとしたちょっとなんか暴力的なエナジーが欲しいみたいな、超わかるっすね、自分のエナジーを上げる、そのペイジャーとかその その後雷とかめちゃフィットしちゃったから、で一方アメリカでニュースクールのそのブームはそれこそスチャ的な、あネイタブダウンとか終わって、ウータンナズビギーっていうバンってハードコアが来たから、92年とかそうっすね、まあリノ君とかだってそうウータン世代だから、そう団体でうわーっていう、うわーっウータンの子供だよね、もう日本はウータンの子っすね、やっぱそういうのが元でやっぱニトロがあるみたいなのもあったりする、あるあるあるですよね、やっぱりペイジャー雷ウータンのじゃあ雷さんやばい、憧れてたらニトロができたっていう、やばいですよ、だそもそもがその一人でやって楽しいっていうもんじゃないですもんね、やっぱクルー君でみんなでやるとか、みんなで遊んでるのが、うん、俺もだから今吉野と二人だけど、はい、あの周りに地元のやつらが今ね、はい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 、スケルとあとも先輩方とかで、うん、ツイッターのアカウントとかで書かれてるけど、やっぱギドラのレコードを買えなくて、あの渋谷で泣いたことがあるって書かれた、これがかわいいね、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 純粋でそれ15歳とかなんですけど俺さ、なんだっけ、はい、前回出た時に、はい、そのいろいろ話して、はい、バーってまた覚えてきて、いつもいたよね、うん、覚えてる、マジか、やっぱ強烈なファッションセンスと、うん、絶対に何だろう、何かサインを書かなきゃいけないようなものを持って絶対現れる、そうですね、うん、あお前持ってんだって、ま、そうマジでもう鬼だまりとかもほんとずっと行って一番前でずっとこうやってずっと見ながら、それはサウエさんは、うん、絶対その後でサイン書いてもらえたやつもさらに見せてくるぐらいだからもう本当そのぐらいだよ、本当はもう自分のこと知ってほしいっていう欲もあったんですか、そのテープも作ってるし、はい、プレイヤーでやったみたいなのもあるし、はいはい、もうフリースタイルもかましたいし、はい、何でもやりたいっつって、全部の愛が行かせてくれっつって頼めって言って、最高すぎ、プラカード持ってるような感じだから、俺です俺です、あのうちなのね、あのいいと思うのさ、昔じゃないけどさ、俺でやなんかやれるよってやつアピールしろみたいな、うん、じゃあリノさんこれまたいただきます、これここだよね、コーンちゃんですか、これここだと、リノさんの物本だ、やばい、モノホンです、じゃあすいません、明けましておめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます、スタートポイントとお酒も進み、当時の裏話が続々と、次回もブレイクをたっぷりとお届けします、ガチャって一人で入ってきて、イエーイ、そして今回お邪魔したお店はリノが店主を務める焼き鳥屋鳥居亭、ぜひチェック。